はい、おはようございます。続々いますね。よし、もうちょっと待ちますか。その間に、とりあえずチャイム出すとか、はい。さて、では、見せちゃいけない資料がいっぱいあるな。この辺で、これも消しといて。よし。大丈夫。さて、じゃあ、よいしょ。まあ、恒例のチャイム鳴らします。はい、今年最後じゃないか、来週もあるか、来週のハッカソンの成果発表会もありますけども、週報に関してはそういう意味で言うと、一応今週で最後かという形ですが、よいしょ、古橋ゼミを進めていきます。今日は、前から宣言した通りで、後半はハッカソンの開始ということで、まあ、概要説明をして、各チームに分かれて作業をしてもらうという形で、まずその前に、各ゼミ内サークルごとの活動報告をしてもらうのを先やっちゃいます。あとね、ちょっとで、あと事務連絡としては、マップボックスと割と連携して事業を進めてますけども、まあ、特にインターン、してる学生もいるというところで、そう、週末も秩父で横瀬でバーベキューやってましたけども、マップボックスのメンバーとバーベキューしたいよねっていうのを去年というか、今年の3月ぐらいの、研究室のバーベキューに招待実はしてて、コロナで中止
なっちゃったので、どっかでやりたいなというところがあるので、来月1月8日の土曜日に、いつもの、まあ、横瀬で、マップボックスのメンバーと一緒にバーベキューする予定です。はい、まだ今のところ、最低でも1人は、探しますという形で、ヨシさんが手を挙げてくれているので、多分そのうちマップボックスの参加メンバーも、メンバーの構成固まると思いますけども、うちのゼミ生とか、今、この、ハッカソンも含めて、アドバイザーで古田さんとか、あと国連のチームも、あとでこの映像を見てもらうと思うんですけども、日本にいるメンバーは、ぜひ来てくださいという形で、招待しておきます。あとでまたそれも共有しておきます。というところですね。あとは、4年生はあれですね、就職先というか、まあ、進路が決まったら、ちゃんと就職課にウェブアッシュで、報告をお願いします。うちのゼミは、先週までなんか全然報告してなかったということが指摘されちゃってます、はい。というところですね。あとは、そんなもんかな。あと、事務連絡的には大体、あと卒論か。卒論の締め切りで単位を特に申請してる人ですね。提出日、後で共有しますけど、オンライン、今年はオンラインで提出だったはずですが、ちょっとそのあたりも含めて、ちょっと念のため確認をします。で、必ず、指示通り、卒論の内容自体は、うちの研究室としては最終的なデジタル版の完成は1月末。まだアップデートは可能ですけど、その前に1月の多分8日9日ぐらいには、一応学務課に提出というそういった締め切りが設定されているので、必ずというかまずそうだな、スラックに書いておこうかな、卒論単位申請している学生は、忘れずに、詳細共有するので、忘れずに、提出するよう、今から心に。もうこれ提出し忘れると古橋はどうすることもできないので、逆に言うと基本的にはもう今回デジタルだし、そういう意味で言うと GitHub のレポジトリへのリンクをとアブストラクト書いて提出するだけなので、基本うちの研究室のやり方はなので、まあ、割とどうにでもなるかなというふうに思ってます。出せばとにかく出せば大丈夫ということです。で、中身は1月末までに更新しておいてねというところです。あと、これは全体ですけども、3年生4年生いよいよ、まあ、今アドベントカレンダーをそれぞれやってもらってると思いますけども、最終的な卒論ゼミ論の完成版に関しては、最終発表をきちんとやらないと、それはそれで例年何人か最終発表逃げるっていう学生は出てきてはいるので、そうすると全く評価ができない、単位が評価できなくなってしまうというところもあるので、それはそれでちゃんと最終発表は逃げずに参加することというところかなっていう感じです。はい。あと、アジア理解ですね。アジア理解の3年生に関しては、今回のハッカソンにも関連しますけども、来月HOT、ヒューマニタリアンオープンストリームマップチームと合同で、オンラインの UN ベクトルタイルの、勉強会を3年生が主催するという形で、企画準備進めてます。なのでその辺も、おそらく1月中旬か下旬ぐらいになると思いますが、それも心の準備をしておいてねということと、まあ、どっちかというと、ね、今回のハッカソンである程度みんな、ノウハウ経験、技術を身につけたものを、まあ、そのまま英語にして、きちんと他の国々のメンバーに伝授するということができれば OK という形なので、まずは今週からのハッカソンに、まあ、注力集中して、それをクリアすればもう大体
もう準備は整ったかなというような形を想定しています。大体そのぐらいかな。あとなんか学生から事務連絡的にある。あとで、この辺の事務連絡を削った形で、動画、オンラインハッカソン の, このオープニングの動画としては、公開する予定なので、あんまり公開されたくない話とかは今のうちに言ってもらって。先生、平沢です。はいはい。僕、アドベントカレンダーがログインできなくて。できなくて、ログインっていうか、はい、カレンダーに参加することができませんっていうのが、ちょっとオーガニゼーションに所属していないため参加できませんっていうのがずっと出てて、はい、です。っていう。インビテーションが、メールが届いてないっていうことなんですか？あ、そうっす。で、こっちの画面は、皆さんに送ってる状態になってるんだよね。なので、そこが多分食い違ってるというところ。今、こっちの画面見えてるでしょ？オーガニゼーションの設定で、古橋研究室の、メンバー、管理画面。これでメンバーで、これで平沢が、おっと、見てて、ちょっと。平沢がこんな感じで招待中なの。なるほど。で、もう一回取り消すでしょ、うん、それでもう一回平沢を招待すると、これでメールが飛んでる、もしくは、ノーティフィケーションが飛んでるはずなの。聞いたか、わからん。それを受け取らない限り、こっち側は何もできない。ので、スパムに入ってるのか、何がかわからないんだけど、その招待を受け取れれば、それで解決する。で他の学生ができているので、そういう意味で言うと、平沢だけできてないというのは、何かしら平沢側に問題がある可能性がある。ああ、スパム登録してるかもしれないな。それを確認して、はい、こっち側でできることはもう、招待を何度か、送り直すことぐらいしかできなくて、わかりました、ちょっと。受け取るしか道はない。はい、了解です。ちょっとやってみます。はいはいはい、すいません。はい。こういう感じかな。他は何かある？大丈夫そう。OK です。よし、じゃあ、まずはスラックで、先に中報だけやっちゃいましょう。各ゼミごと、ユース最初、ユースドローン、続かないな。ユースドローンデザインっていう感じで、じゃあ、ユース準備をこうして、てか、俺か、ちょっと待ってね、こっちで。ユースマッパーズ、ユース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 、これだ。はい。じゃあお願いします。はい。ユースマッパーズの今週の週報は、ちょっと前の合宿の話になるんですけど、11月26日から、28日に伊豆大島に行ってきたっていうお話です。はい。まあ、ユース全員で行ったわけではないんですけども、まあ、大部分が、集まって、先生も参加しての合宿となりました。はい、で、まあ、伊豆大島自体には、2、3年前に一度、古橋ゼミでドローン飛ばしに行ったっていうことがあって、さらに、まあ、それよりも前に、観光協会の岡田さんっていう方と古橋先生の、つながりがあったっていうことで、今回は岡田さんの、まあ、案内をメインに、まあ、それと個々の活動を組み合わせるというふうな合宿になりました。で、まあ、1日目は、まあ、メイン、大島の中心にある三原山ですね。の、まあ、山頂までは行ってないかもしれないですけど。行った。山頂。行ってます。まあまあ、本当に厳密に言ういわゆるピークではちょっとないけど、ちょっと展望台まで。はい。なので、展望台のところまで、はい。登って、で、まあそこで360度カメラのシータ5をみんなで試して使いながら歩くということをしました。で、まあ岡田さんの火山の話とか聞きながら、三原山を下って、であと
バームクーヘンと言われている地層断面の、道のところですね。ここでちょっと地層を観察したり、写真撮ったりしました。で、まあ、宿も、なんていうんですか、バーベキューができるところで、ペンションっていうんですかね。おしゃれな空間で。ペンション、そうだね。まあ、確かにペンションだね、はい。あそこは確かに。結構おしゃれな空間だったので、また行ってみたいなっていうふうに思ってます。で、2日目は、まあ、それぞれの活動メインでっていうことで、日賀野さんグループは、裏砂漠っていう、まあ、黒い砂利みたいなのがずっと広がってるところで、GPS ドローイング。あれはスコリアな、スコリアでした、そう。スコリア、はい、スコリアっていう、まあ、火山からできた。黒い軽石。はい、軽石です。が広がるところでの GPS ドローイングっていうのがあって、で、まあ、3年生の鈴木、柴山、高橋は、そのシータ5を使って、元町のストリートビューを撮って、まあ、できれば、まあ、マピラリーにアップロードするっていうのをやりたかったんですけど、ちょっといろいろ準備不足があって、うまくいかなかったっていうの結果になりました。で、まあ、養生テープで棒に、カメラを固定して、結構即興みたいな感じで撮影したんですけど、結構住民の方からは、なんだろうみたいな目で見られて、ちょっと貴重な体験でした。で、まあ結構べっこう丼とか、あと地酒の御殿下とか、楽しみながら、まあ、2日目を終えて、3日目はまあ各自自由行動ということで、各自いろいろ温泉に入ったりしました。で、まあ、グラレコこんな感じで、まあ、割と大島、全般堪能したというか、全体を回って、まあ、ここの活動でもそれぞれの場所で、それぞれ学びがあったっていう感じです。今後もちょっと大島面白そうだなと思っているので、来年以降も、合宿検討してます。以上です。はい。タスキングマネージャーが最後出てこないんだけど。あ、そう。タスキングマネージャー、リンクも追加しておきます、ね。はい。ちょっと慎重。一応はい。各自2タスク以上は、うん、先週の日曜日までにやってやるっていうことで。うんちょっと今、それチェックをします。はい、まあ、特に、古橋が2日間ぐらいこまめにデータを取って、ドローンの空撮画像をもとに詳細マッピングするっていうので、最新規プ、新規じゃないか。あ、これか。伊豆大島、これですね。これが、辛くなっています。まあ、防災をちょっと意識しながら、まあ、元町が一番大きな、あ、でも、あれだね、まだ、まあ、一人二つ以上やってるはいるけど、全部埋まってないのか、というところで、今、進捗としては8割超えて、84%。までマッピングはしたというような形だけど、ちょっと1個ぐらいベリファイしてみようか。貢献。ちょっと誰かが、誰だこれ。あ、これ、俺がマッピングしたので、じゃあ、あんまりよくないな。誰か、これ、あ、ちょうど今、ちょうど息吹、はい、1個バリブとします。いぶきがやったと報告をされているデータのバリデート。ここら辺はちょっと最初から割と建物をマッピングできてたんですけど、うんうん、やっぱり最新の写真を合わせてみると、なくなっている建物とかがちょこちょこあったので、そうそうそう結構あったよね。それ、はい、結構それ消しながら、うんはい、あとはやっぱりこう道がドローンで撮ってるから結構細かく見えるでしょ。はい、
なのでこういう道とかって明らかに修正が必要なの。こうやってあの航空写真だと荒くて判断ができないような細かなライン取りがドローンでできるようになるから、はい、こういう、まあ、マイクロマッピングという言い方をする場合もあるんだけど、ちゃんとこういうふうに道路の中心線でに沿って少し滑らかなカーブを描きながら道を修正してあげるとよりいいし、かつドローンで見るとあ見えなかったこういう私道だよね。高度パブリックな道から入ってくる細い道で車が入ってこれそうなラインをちゃんと歩道じゃない道路で敷地内道路として入れるとかっていうことができる、はい、あと、まあ、こういうのもちゃんと直行化処理をしつつ、よいしょ、位置をずらしながら、よいしょ、結構位置をオルソーモザイクとして位置を調整してあげるっていうこともやるとより、まあドローンのデータは必ずしもね、あの正確な位置情報じゃない可能性 もちろんあるんだけど、はい、でもまあ高解像度だからかなりそこそこ合うはずなので、こういうのはちゃんと位置補正もしてあげて、ここ多分建物つながってるところはちゃんと続いてあげると、はい、いうようなことまでできれば文句なしっていうか、ここも指導がここに入ってるでしょ。ここにこうやって車が入ってこれる敷地内道路としたこうだし、道路の中心線をちゃんと捉えてあげるっていう修正をするみたいな形で、案外ちょっとこの後あの俺の方でバリデート他のもしますけど、まあ、こういうところまでちゃんとできる。あと、まあ、やっぱり、ね、ちょっとずれがある、ね。これだけやると、あっという間に時間なくなるから、このぐらいでやめとくけど。っていう形で、まあ、ドローンだと今、高度100メートルぐらいで飛ばせば、大体2、3センチ分解能で自分で航空写真を、しかも、ね、ついこの前というか、まあ、今日撮れば今日のデータが自分で取得できて、それをオープンエアリアルマップとかで公開しちゃえば、みんながこうやってマッピングに使えるようになっていくので、こういうデータだからこそできる、こう、流度というか、精度の地図作りみたいなものに応用するっていうところでは、ちょっと雑かなっていう感じがします。はい。はい、ところです。特にまあ、道だよね、こう、埋もれてた道をうまく見つけてあげると、はい、やっぱり地元の人がね、散歩道とかでいろいろ、あ、ここも通れるよねっていう、もう当然頭の中で入ってるんだけど、あとこういうこう、何気ない、あの、緑地のポリゴンも、実は結構適当に入ってるとか、雑に入ってることも多いので、こういうのも少し形を修正してあげるっていうような形かな。まあ、こんなところかな。という感じで、はい、はい、やるともっといい地図、まあ、あの岡田さんたちが喜ぶ地図になる、はい、で、まあ、あの伊豆大島の中でマッピングをがっつりやってるのは岡田さんぐらいしか多分いなくて、他の人たちはやってることは知ってるけど、そんなにがっつりやってる人ってのは多くないし、岡田さんも忙しいから、はい、そういう意味で言うと、まあ、我々みたいにこう、ね、年に1回行ってはドローン飛ばして詳細のデータアップロードしてっていうことを、まあ、する人たちが定期的に、あと横浜市立大の有馬研究室とかも割と、まあ、近いことやってるんだけど、まあ、あの大学生たちがこうやってあの行って、オープスマップをみんなにどんどん更新すると、やっぱりそれが向こうの現場の人たちが使いやすいものになっていくかな。で特に、今回結構意識したのは、土砂災害になったエリアの復興をした場所が公園になっていて、でそこのエリアの、はい、地図データが全然なかったので、ドローンに映ってる限りちょっと途中バッテリー切れで、あの北側じゃ東側取れなかったんだけど、はい、かなり詳細をマッピングしてあります、うん、なのでこの辺はあの今回の
あの我々の伊豆大島合宿では一番の成果じゃないかなと思うので、はい、イオスマッパスとしてはそこをアピールしてほしかったっていう。あ、すみません。なので、はい、またチームマネージャーも含めて、で、そう、イオスマッパスの方でも終わったら、それをで、ね、どんどん、このタスクまだ空きがあるから、誰かよろしくってやると、マッピングしてくれる人が集まってくる可能性もあるわけなので、はい、せっかくこういうデータがあるので、まあ、ある程度みんな作業終わったら、他に一般公開しちゃって、他の人にもちょっと手伝ってもらうというような形がいいと思います。はい、というところで、はい、あと時間かけたけど、以上。はい、ということで、ありがとうございました。何か追加していきます。もう、はい。はい。じゃあ次はドローン行きましょう。ドローン。ドローン、これか。それです。お願いします。はい。今週も B 棟9階で STM の訓練をして、で前回の週報でもそのスパイラルとかトラバースでその円を描くように上がることができないなっていう風にみんなでなっていたので、それをひたすら右回りとか左回りとか個人ごとにその練習を何回もしていました。やっぱりあの手前の方の STM で練習するときはうまく描けるんですけれども、奥の方のやっぱり STM になると奥行きがやっぱりつかめなくて、まだまだ練習が足りないというふうに私的には感じました。で、あと Facebook で古橋先生が以前あの評価会の動画を上げている、うん、そのやつを拝見したんですけど、なんか私たちはちょっとなんかまだ雑なところは多いのかなっていうふうに思ってしまって、その円、その撮影している画面の中央に本当に文字が来るようにその練習評価会ではやられていたので、そういったところも厳密にその STM をやる上では大事なのかなというふうに思ったので、そういったところも今後注意して練習をしていきたいなと思っています。でこちらのドローンなんですけど、あの東堂さんが毎週結構練習に来てくださっていて、なんかあの一つ余ってるのでくださったんですよね。でなんか古橋先生が以前そのこれ買った方がいいみたいな言ってたようなそのホーリーストーンのものだったので、前回は電池が入ってなくて練習できなかったんですけれども、それを入れて今後練習していきたいと思っています。以上です。はい、了解です。まあそうだね、文字が基本的にはまあ読み取れればいいっていうのが一つ、まあ最低限の条件だと思うけど、やっぱりまあプロの人たちってそれをね、真ん中にドンピシャにきちんとこうはめるというか、まあそこまでまあ求められるというか、それを見せるとプロみたいな感じはするので、多分このあたりって最終的には人間が判断するよりも、いわゆるまあね、マシンラーニング使うような形で画像処理で、コンピューターがもう判定するような流れになっていくのが多分自然なのかな。まあただそれを実際実装するのはちょっとまだ敷居が高いっていうところまで、まあ今後の課題としてはある程度こう STM の、ね、ハードウェアもちょっと壊れてきたというかというところも直しつつそれであの運用の仕方見えてきて、まあ来年とか今後そのちゃんとこのバケツをクリアしたみたいなのを自動判定するようなところまで仕込めると、もうなんかかなり普段の業務に使えそうだなみたいな気もするので、その辺の課題は今後解決したいなと思ってます。あまりの人間がやるとね、やっぱその判断がぶれちゃうから、そこはなるべく人間がやらない方がいいかなというふうに思ってます。はい、はい、なので、撮った動画とかもあれだよね、動画で保存してる？あ、一応あると思います。なので、その辺もどんどんアーカイブしちゃって、YouTube とかに公開しちゃって、はい、まあ、基本的に、うん、公開しても、多分怒られたら、なんか引っ込めればいいから、とりあえずは公開しちゃって大丈夫。わかりました。やっぱりみんなでね、あだこうだ言えるから。はい。っていうところで、はい、その辺の動画の共有だけよろしくです。はい、ありがとうございます。次はデザイン。デザイン。デザイン。お願いします。これか。あっち、これアドベントかなんか、デザインの遠征、これだ。遠征のやつです。お願いします。めっちゃ先月なんですけど、11月18日に、やっとあの顔を合わせて、グッドデザイン賞の2021年の会場に、はるかさんと私とあつことうららちゃんで行ってきました。デザインまだ合宿やってないもんな。やってない。やってないです。はい、あれ、まあ、これ、あ、ちょっと待ってください。これ、
私も、まだ、文章が、ちょっと待ってください。文章、あれ？あ、ちょっとパブリッシュします。はいはい。もう一回開いてみてもいいですか？もう一回同じ。はい、同じやつです。もう一回。開きました、開きました。ありがとうございます。で、下に行ってもらって。フォトデザイン賞、はい。あれ？あれ、私の文章がアップデートされていない。他に投稿した可能性はない。大丈夫。ちょっと待ってください。自分の個人に出しちゃったとか、もしくは2回投稿したとか。画面共有してもいいですか？いいよ。すみません。はい、こっち切ります。すいません、共有します。はい、はい、見えてます。先生のプラットが金賞に選ばれてました。はい、あ、ありがとうございます。ありがとうございます。みんなで見つけて、うわーってなってました。まあね、最優秀は取れなかったけど、まあ、いや、まあ、そうですね、Facebook に大賞に選ばれるかもしれないって書いてあって、でも、おめでとうございます。で、個人的にみんなでグッときてたのが、この寝袋、うんうん、クッションになるんですけど、はい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 、はい。めっちゃ気持ちよくて。面白いね。へお家に置いといても全然可愛いし、で、この寝袋がめっちゃしっかりしてるんですよ。ほうほうほう。なんか頭の部分にも、ちゃんとなんか枕みたいな凹凸がついてて、しっかりなんか寝れるようになってるし、プライベートを保護できるようになんか上までジップがついてて、被災者とかも顔とか隠せるようになってていいなって思いました。12,000円。あ、まあちょい高めだけど、はい、手が届かないわけじゃないって感じか。先生、合宿とか行くときも、荷物少なくなるじゃないですか。まあね。ね、クッションで使いつつ。そうなんですよ。買いたい。面白い。買いたいな。はい。あれだよね。それこそ研究室で、が掃除が終わったら。いいですね、掃除が終わったらって前提だけど。え、また汚いんですか？いや、綺麗になってきて、いや、まあまあ、ババがちゃんとレーザー加工機完成させたから、あと、まあ、もうちょいで綺麗な研究室になるだろうと。はい。5個ぐらい買いましょう。買ってください。で、次が、この、笠間？茨城県の笠間市なんですけど、グランピング施設みたいな感じになってて、私茨城県出身なんですけど、なんか地元の子たちとかもこれすごいなんかバズってて、すごいなんか映える感じになってるんですよね。こんな感じ、あの時の流行りのグランピングって感じ、グランピングみたいな感じになってて、他の県の人もなんかたくさん来てくれたら茨城県の魅力もアップしてくれないかなとか思ってました。構造として今屋根が外れるのさ、これですか？屋根外れるんですかね？あ、外れる。外れるね、それ。外れてますね。枠があって、閉めたいときは閉められるし、なんかオープンエアにしたいときはオープンエアにできるような、そういうデッキなんで、ね。なるほどね。面白い。普天兼用的な感じなんですかね。これが、で、あとは、全部紹介しちゃうと、この二世帯住宅みたいな、いろいろ自分で仕切りを変えられる家みたいな感じになっていて、はい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 、なんか子供たちの空間と、なんか夫婦の空間と、なんか自分一人の空間とみたいな感じで仕切れるようになっていて、なんかこの二世帯住宅じゃなくて二世帯住宅っていうのが、なんかすごい名前がセンスあるなと思ってました。これすごい可愛かったです。なるほどね。
多分今の話だと、もともと日本の空間の使い方って内と外っていう概念があって、でその一般的な家って内と外の境界線が明確に一つもう決まっちゃって、 しかもフィクスしてるんだよね。でただこう伝統的な日本の家屋とかっていわゆるあの縁側というかのちょっとこう外の人と内の人がこう交流するバッファーゾーンがあって、あの入り口だと土間っていう空間があったりで、内と外の間にバッファーゾーンを設けられるっていうのが実はもともとのに日本の建物の作りなんだけど、なんか西洋風の建物になると急にその内と外が明確に一本の線で引かれる。で多分これはその内と外のバッファーゾーンをこう可動性というかダイナミックに目的に応じて変更できるっていうところで、だから割と、ね、これ見ると土間っぽいよね、今の写真とか。これですよね、これもね縁側っぽいって、つまりもともとのこう古典的な日本家屋を今風にアレンジしたっていう、多分そういうスタンスだと思う。確かに、あこのこれ縁側っぽい。そうだ、そこがちょうどね内と外の中間のバッファーゾーンになるっていう、そういう空間の使い方は、そう実は新しいようでいて古い。日本っぽいですよね、なんかちょっとだけ。日本っぽい、そう。土間ってやっぱりね靴のまま出入りできるっていうあの空間でもあるから、多分これ靴履いてるのかな、どだと思うかな、まあまあいろいろその辺も含めて、はいはい了解です。なるほど、ね、偽怪獣だと。この積み木ってやつが実際展示されてて、みんなですごい積み立ててたんですけど、普通なんか3個ぐらいで落ちちゃうじゃないですか。でもこれなんかすごい6つとか7つぐらい乗せても全然落ちなくて、えなんでみたいな感じの重力みたいな、すごかったです。すごい。言葉だな。すごかった。まあ、摩擦がうまく調整されてんだろうね。なんか表面がすごい不思議な触り心地で、うん、なるほど。なんかインテリアにもなって可愛いなと思ってました。なんかそれを見ると立体的なこうボロノイ分割っていう分割手法、ボロノイ分割すごく意識してるような感じがするので、なんかすごく計算式でその形状ってできる、なんかはい、うん、計算されてそうな感じがしました。なのでめっちゃ高いんですよこの、あったまあ本当だけどブロック数によってめちゃめちゃ高くなってて、こんなしなくてもいいのにって思っちゃいます。まあ、そこがデザインの付加価値で。素材の違いで。はい、まあ、はい、了解です。で次、あの、お助けグラレコン の、うん、イラストレーションズっていうカテゴリーがここにあるんですけど、うん、これにあの先月のハッカソンで行ったイラストを追加していて、で、個人的に一番助かったのがこの STM の。うんうん、イラスト多分ランちゃんが作ってくれたやつなんですけど、あんまりデザイン部がそのドローンの詳しい機材とかを見る機会ってないので、なんかこうやってイラストにしてくれると、グラレコもすごい助かったりするので、これはすごくありがたいなと思いました。で、まだ自分が描いたけど公開してないイラストとかロゴがあれば、ぜひ皆さんに各サークル の、あのリポジトリとかに載せてもらえると助かります。以上です。はい、今あれグラレコアプリのリンクってそこに巻き込まれてるんだっけ、最新版の。忘れちゃいました。いやそれも入れといて後で行きます。はい、はい、今日、まあ、今回のハッカソンもちょっとデザイン系のイラストまた描いてもらうこといっぱいあると思う、はい、だ UN ベクトルタイルカテゴリーを作って今度はハッカソンをするという。はい、はい、お願いします。はい、共有外します。じゃあこっちで共有もう一回して、よし、うん、次が、デザイン、V&F 動画編集、これかスタイラス。はい、V&F です。今日は発表します。
V&F 今週は先週もそうだったんですけど、あんまりその動画編集部としての活動ができていなくて、うん、それぞれがそれぞれのことをやっている感じでした。でまず、青木なんですけど、ビートの、スタジオ先週そろそろ使えるよねみたいなご報告したと思うんですけど、それを10月17日の金曜日に、12月じゃないですね、来年じゃないよね違います17だよね、はい、すみません、今週の金曜ね、うん、そうですね、今週の金曜でお願いします、はいはいはいに使いたいので予約する予定です。であと、動画関係ないんですけど、なんとポケモン GO が40レベル40だったということでやすごいですねこの前バーベキューで、うん、見た、はい、やば、尊敬しつつ、ハガなんですけど、私はアドベントカレンダー結構慣れないことばっかりですごい苦しみながらやってたんですけど、どうにか終わったの で、その中でスタイラスペンを買って、うん、アップルペンシルっぽいね。そうなんですよ、なんか似てるなって思って、最初間違えてそれを入れてて間違えたまま買ったんですけど、なんかでも私が使ってるの結構アイビスペイントでグラレコとか書くことが多いんですけど、これの感度が良すぎるのか、私の手のブレが顕著に現れすぎて、はいはい、線が歪むんですよね、めちゃくちゃ。うーん、ブルブルしちゃってまっすぐ描けないので、ちょっとなんかうまい使い方を今模索中です。これちなみにいくらぐらいだった？これでも2000円とかですね。ああ安いな、なるほど、はい、そうなんです。多分そのもしかするとそういう位置精度の問題でやっぱ安いのってなんだ、静電気を感知してみたいな形で、あ、ワークするほどの精度がないのかもしれない。うーん、そうですね、その辺はちょっといや慣れるか、まあ、はい、どういうもんだって割り切って使うかって感じかもしれないな。なるほど。で、あと昨日個人的に江ノ島行ったりして動画撮ったりとか、あと伊豆大島とかも動画撮ってて、素材がだんだん溜まってきたので、そろそろ、うん、そろそろ完成、はい、頑張ろうと思います。はい、はいはい、で下2つはグラレコちょっとまだ作成中で後で載せるんですけど、動画の作り方とかハウツーとかをおしゃれにこう教えてくれている動画なので、ちょっとご紹介ということで2つ載せさせていただきました。了解です。はい、おーい、はい、こんな感じです。じゃあちなみに何分ぐらい、何分、これ動画を共有だかビデオクリップ最適化して音声共有でもう一回、ボリュームチョイス下げ目にして、あ、ちょっと長いか、はい、どうも、バード&インセクトの林ですね。今回は動画のつなぎについて理解するというタイプじゃないかなと思って、この資料を作るっていうのがあると思うんでしょうか。Everyone sees the same thing. Everyone heads for the same direction. なるほどね。こんな最初に解説があって、実際の実践というかサンプルを見せるみたいな。そうですね。なるほど。まあ、ということは15分ぐらいあれば全部見れるって感じか、うん、まあ、まあ興味がある人というかみんな見ておいてねという感じで、はい、できれば、はい、まあ、はい、OK、ありがとうございました。よし、あとはで、お、なんか最近一芸が活動が止まった感じがあるな、大丈夫か、はい、じゃあ大体これで、はい、前半終わりですね。なんか個々にコメントとかあればですけど、大丈夫、なんか言いたいことあれば、特になし。はい、じゃあ早速今日の、メインイベントというか、来週に向けて1週間、年内最後、そうだ、まあ
研究室としてのオンラインハッカソンも、ね、あと残すは、ね、このオンライン12月のオンラインハッカソンとアドベントカレンダーやって、来月の、卒論ゼミ論やって、で、まあ、来月、まあ、息抜きっていうと失礼なのかもしれないけど、まあ、ハッカソン的な意味でちょっとまだ日程調整してないんですけど、トートーバッグハッカソンをやろうかなとは思っていて、まあ、多分それはどっちかというと、まあ、1日、ルートートという代官山のトートーバッグブランドさんにお邪魔をして、そこの機材借りて、実際に自分たちでトートバッグ、オリジナルのトートバッグをデザインするという、ほぼほぼワークショップな感じになると思うんだけど、そんなことは一応予定してるけど、多分オンラインハッカソンとしては、ガチでやるものは最後かなというそんな感じです。はい、ということで、いよいよ国連、UN ベクトルタイルハッカソンをスタートということで、まず、今回 の、 基本的な考え方とかを共有します。こっち、これだ。これもちょっと、ちょっと待ってね。これも最終的に。これで詳細の一周をありました。今日から、はい、開始する UN ベクトルタイル、まあ、何度も、話題にはなっているし、それこそ、国土地理院の藤村さんも含めて、特別授業とかゲスト講師とかで、かなりうちの研究室とコラボしている部分でもありますけれども、国連の UN ベクトルタイル、オープン GIS イニシアチブというオープンソースの技術を国連の業務に使っていくという目的で、いわゆる GIS、地理情報システムの技術をどう実装していくのかということを、いろんな人たちが、国連の中で活動しています。で、オープン GIS イニシアチブそのものは、まあ、サイト見てもらうと分かるんですけど、この辺も、背景はざっとだけしか説明しないんで、オーバービュー。まあ、どういうことやってるのかっていうと、基本的にはオープンソースですね。昨日ちょうど平沢の個別指導で、オープンって何かみたいなことをもう一回議論しましたけども、オープンソースとかフリーソフトウェアとか、オープンソースソフトウェア、フリーソフトウェアをまとめて FOSS、FOSS って言い方もするんですけども、まあ、オープン GIS イニシアチブとしてのオープンっていうのは、まあ、誰でも自由に使えるという、まあ、フリーである、自由という意味のフリーと、あとは、二次利用可能であるということ、商用利用も含めて二次利用可能であるということ、あとは改変可能であるということ、あとは許諾不要で使えるということ、でもちろん、中身が公開されていて、それを、まあ、無料で、使えると。でも無料のフリーというよりもやっぱり自由であるフリーというものがすごく強調されていて、まあ、そういうものを組み合わせていくことによって国連の業務の中で今までできなかったことがどんどんできるようになっていく、でそういう時代になってきている中で、いろんなワーキンググループが、存在していて、大きくワーキンググループ1から5ですね。ハイブリッド GIS のワーキンググループ1で、キャパシティビルディングのワーキンググループ2、ジオアナリティス、まあ、分析ですね、がワーキンググループ3、でジオデータコレクション、データをこう、まあ収集、集めていくという部分、大枠の位置づけがワーキンググループ4、で、あとジオエア、いわゆる、まあ、機械学習も含めた、コンピューターの、まあ、解析分析、まあ、割と未来志向な技術ですね。まあ、こういったものが、いろんな形で、まあ、提案されて、それの実際のこう実使ってみるとか、そこでまた出てきた課題を改善していくということで、その発展の仕方もオープンソースコミュニティにかなり近い動きをしているんじゃないかなというふうに見ています。で、毎月1回、オンラインミーティングもあって、古橋も毎回は参加できてないんですけども、たまに参加して、進捗をみんなに共有しているのを見ているという方、見ているというか、まあ、我々も UN ベクトルタイルの人、
コントリビューターですね、貢献者としてそこに参加しているという形です。で、国連の UN ベクトルタイルはワーキンググループ4ですね、ジオデータコレクションという枠組みの中に位置づけられていて、でこの中にもいくつかユナイトマップとか、まあデータクオリティアセスメント、まあ、データ品質どうしていくのかとか、ジェネラライゼーション、まあ、ざっくりです。あとオープンドローンマップ、実はこのワーキンググループ4に紐付けられています。オープンドローンマップの開発チームも国連と一緒に今この、ツールの開発を行っていて、あとジオマルチメディア、まあ、CMS とかもですね、まあ、ウェブサイト周りっていう感じかな。で、UN ベクトルタイルはワーキンググループ4の中の6番目に位置づけられているという形になっています。で、まあ、コンセプト自体もいろいろと公開されているので、まあ、見てもらえばいいとは思うんですけども、今回の、考え方としては、UN ベクトルタイルって、かなり、いろんなオープンソースのツールとか技術を、組み合わせた、いわゆる、まあ、コンポーネントを組み合わせたパッケージというふうに思ってください。まあ、ツールキットっていう表現の通りで、いろんなツールが組み合わさって一つのキットになっているというのがコンセプトになります。で、基本的には GitHub として UN ベクタイルツールキットというオーガニゼーションと、これは主に藤村さんがまず試験的に始めている、まあ、作ってテストしているというところと、2つオーガニゼーションがあるのでこう行ったり来たりなんですけども、アルファベット4文字で UNVT と書いてある、オーガニゼーションがコミュニティですね、みんなで、ツールを改良していくというような形でやっています。で、我々は、この中で言うと、UN ベクトルタイルポータブルっていうので、今これ空っぽなので、古橋の今回のハッカスのまずこの、UN ベクトルタイルポータブルのレポジトリをがっつり、アップデートする予定ではいるんですけども、まあ、それを置いといて、UN ベクトルタイルのいろんなこうツールの組み合わせの中で言うと、持ち運びできる、オフライン環境で、ベクトルタイル、地図データと、あとは、ラスタタイル、画像タイルとしてはドローンの空撮画像ですね。特に我々ドローンバードって活動しているので、ドローンバードで撮影した航空写真データ、もこの UN ベクトルタイルのポータブルの、ラズベリーパイというデバイスの中に埋め込んで、オフライン環境で地図サーバーを持ち歩く、まあ、そういう世の中にするということで、それを UN ベクトルタイルポータブルと呼んで、その開発実装を進めているところです。で、基本的にはこの作業を、今回のハッカソンに一つ当てはめているというような形で考えています。まあ、今話したことを少し概念的にまとめたものがさっきの一緒に書いてあるんですけども、基本的には国連の業務要件を満たしているオープンソース GIS ですね、の開発、これがオープン GIS イニシアチブとして取り組んでいることで、まあ、UN ベクトルタイル以外でもいろいろなものがあります。特にワーキンググループ4の6に位置づけられている UN ベクトルタイルが、まあ、日本人のコミッターがすごく多いということも含めてですね、チリの藤村さんとか、今国連に派遣されている、名前が出ない、よいしょ、漢字は覚えてるのに、ウブカーさんの漢字見えてるのに、なんか読めなかったです。はい、ウブカーさんですね。ウブカーさんと藤村さんが割とツートップで今動いているということ。で、かつその、周辺に我々青学チームも、あとはジオロニアさんとか、マップボックスとか、いろんなチームが、国連の UN ベクトルタイルに今参加しているという流れになっています。はい、で、特に我々は途上国とか、まあ、自然災害の被災地で使えるオフライン環境で、まあ、こういったウェブ地図の技術を使えるラズベリーパイをベースにした UNVT の実装を目指しているということで、そのオンラインハッカソンをやると
ということと、来週21日の夜ですね、部下さん、多分今寝てると思うんで、起きた早朝に参加するという形で、日本時間でいうと夜9時スタートぐらいで、準備を進めています。で、その場で、皆さんの成果発表してもらうという形です。ミートアップの詳細等は、多分今夜ぐらいにオンラインに公開する予定ではありますけども、ユニベクトザレのコミュニティと、あとは国連のオープン GIS イニシアチブのワーキンググループ4と連携して、かつ うちの学部と共催という流れになっています。はい、あと、スポンサーでマップボックスさんが入ってくれています。はい、なので、そうだ、これアップデートするとすると、もう書いて大丈夫。まだ検討中の時は書けなかったんですけど。という形になってます。よいしょ。で、ハッカソンとしては今日から、スタート。で、ミートアップは今言ったとですね、来週の21時から。なので、11時からのゼミはやりません。作業時間に当ててください。基本的には Zoom でやるので、来週の21日は公開型にするので、ちょっと Zoom の URL 変えるかもしれないので、それはまた後で共有をします。はい、で今日何やるかっていうと、まあ、チーミングですね、基本的には各ゼミ内サークルごとに、活動ハッカソンの作業をしてもらおうと思ってます。なのでそれぞれチームごとに、来週発表してもらうという形なので、まあ、都合が悪い学生がいたら、まあ、同じチームの誰かに発表を託すというような形で、そこは適宜作業分担をして、役割分担をしてください。基本的な作業のタスク管理とかは今までと同じのオンラインハッカソンと同じように GitHub プロジェクト、それぞれチームごとにフラッシュ研究室のオーガニゼーションの中に GitHub のリポジトリを立てて、その中でプロジェクトを立てて、イシューと、イシューにアサインして、誰が何をやるのか、いつまでやるのかっていう、ロードマップ、を作ったりとかですね、まあ、その辺の作業は今まで通りです。発表のスタイルも、基本各チーム10分、発表はいつも5分にしてますね。で、質疑応答5分で、トータル10分というような形で、考えています。なので発表は、質疑応答5分という形です。で、全体で多分5チームぐらいになるんじゃないかなという予想です。で、まあ、大体これが大枠ですよということで、あと、まあ、いつものハッカソンスタイルなので、いつものように成果発表の内容はスライドを用意して、あとそのドキュメンテーションは、メディウムの方に書いて、そこにプレゼンの資料とか、GitHub のリポジトリの URL も全部埋め込んでおいてねという、そういった形になります。はい、これは今まで通りです。で、いろいろ、今回は課題を自分たちで考えるというよりも、それぞれの学生によってスキルの差もあるし、UN ベクトルタイルの方と本当によくわからないままの学生もいれば、結構手を動かしていじってる学生もいて、それぞれ、いるかなと思っているので、古橋の方である程度、ちょっと作業の内容を割り振りしてみました。なので、ちょっとこれからそれを説明します。で、まず、そもそも今大枠は説明したということと、あと、まあ、このハッカソンの狙いですけども、やっぱり、まあ、地球社会共生学部にせっかくいるんなのことなので、ね、テクニカルに空間情報、地理空間情報を学ぶっていうことはもちろん大事なんだけど、やっぱりそれを国連の職員の人たちがどういうふうに使ってるのかっていうことをやっぱり知って、いくっていうことはすごく大事かなと。いうふうに思っています。なので、このあたりは多分平沢とかがよく調べているはずなので、ぜひ質問前面に後で知ってあげてください。いずれにしても、現状国連の、職員の人たちは業務で、まあ、UN ベクトルタイルとかそれ以外も含めて、こういう最先端の地理空間情報の技術を、まあ、どういうふうに使っていて、でももちろん完璧な使い方っていうのはなかなか難しいわけで、いろんな課題もあるわけですね。
なので、今こういうふうに使われていて、こういう課題があって、今後こうなっていくよっていうことがある程度情報として出てきていると思うので、まあ、そういったものを、このハッカソンで、それぞれが理解しながら、ぜひまあ、チームの中でもそうだし、3年生なんかね、これから今度就職活動でこう説明していくときに、多分キーワードとして、まあ、大学で何やってるのって言ったときに、国連と一緒にこういう地理空間情報の技術を使って、業務改善を一緒にやってますって言ったら、多分それなりにインパクトがあると思うんですよ。なので逆に言うと、それ一言言って終わりだと信用がないわけで、やっぱりそれをきちんと他人に説明できるということができると、多分この今回の経験っていうのは自分のキャリアアップの一つのきっかけというか、まあ、題材になっていくんじゃないかなと思っています。なので、ただ手を動かすというよりも、やっぱり国連でどういうことが行われていて、それを自分がちゃんと他人に説明できるかどうかということが一つの目標かなと思っています。あと、やっぱり UN ベクトルタイルは今回技術的なサポートも含めて、国土地理の藤村さんとか、国連に今派遣されている産川さんとか、あとドロンバードとか、オープンソースの GIS、フォソー G でも一緒にやってる古田さんとか、あとそれ以外の人たちも含めて、結構多くのマップボックスのチームもそうですね、皆さん多くの人たちがサポートで入ってくれています。で、ただやっぱりサポートで入ってる、まあ、古橋も含めて、正直初心者の気持ちがもうわからない世代になっちゃってるんですね。で、学生は学生なりに、まあ、メリットとしてはやっぱりこうある意味、まあ、全くの素人からスタートした UN ベクトルタイルで、今の現状のドキュメンテーションもそれなりに情報はあるんだけど、やっぱりどんどん情報も古くなっていくし、新しい情報というものをアップデートしなきゃいけないし、誰でも初心者で、が分かりやすい説明資料っていうのは正直まだ存在してないと思います。なのでそのあたりは特に多分デザイン部とか動画編集部はこのあたりがすごく大事かなと思ってるんですけど、こう誰でも分かるように、まあ完璧はもちろん無理なのかもしれないけども、 UN ベクトルタイルって一体何なんだっていうことを、まあ分かりやすく説明できる資料、この資料はイラストとかグラレコもそうだし、ドキュメント文章もそうだし、もしくは動画もそうで、そういったコンテンツを、まあ、今回のこのハッカソンで拡充していくっていうこと、それをしかも学生目線で作成するとなると、多分我々のようなこう普段使い慣れちゃっている、それはできて当たり前だと思いがちな人たちから見て、ちょっとフレッシュな情報が提供できるんじゃないかなと思っています。あと、3番目、まあ、今回まず日本語をベースで作業してもらっていいんですけど、これを出来上がった後、最終的な来月ですね、HOT ヒューマニタリアンオープンスレマップのチーム向けに、オンラインの勉強会をやるときは全部英語でやってもらう予定です。特にこれは3年生ですね、の学生が主導してもらう予定ですけども、なので、今回の日本語のコンテンツと、まあ、それを今度英語版にしていくという形で、まあ、バイリンガルというか、まあ、最終的にはマルチリンガルになっていくと思いますけども、こういった多言語でやっぱり資料作成をして、日本人だけじゃなくて、まあ、世界中に UN ベクトルタイルも含めた OpenGIS イニシアチブに関わる人たちいますので、そういう人たちに対してきちんと情報を提供できるように、できるだけ多言語での資料作成を意識してもらうと。だから、絵を描くときとかも基本絵には絵として、で、まあ、文字を入れるんだったら原則アルファベットというか英語を使うってことですね。日本語での、イラストレーションは極力避けるということはちょっと意識するといいと思います。はい、あとは、今回チームで分かれるんですけども、今月東京都のハッカソンでも実は、まあ、知ってる人も多いと思うんだけど、平沢と、菊池浩樹と、あと高橋彩子、高橋彩子はオフィシャルには、ね、ゼミの単位申請してないから、ゼミの授業をのメンバーではないんだけど、まあ、今回ちょっと手伝ってという形で、その3人はもうこの数週間結構必死に UN ベクトルタイルを理解しようと頑張っているので、それなりに経験豊富です。なので、この3人は別チームで、メンターとして、各チームそれぞれのチームで、まあね、今の状態で UN ベクトルタイルは一体何なんだっていうことが分かんないチームメンバーに対して、それを教える役割ですね。学生同士がこのハッカソンを通じてぜひお互いに UN ベクトルタイルを教え合うという、まあ、そういった形で体験するのが一番やっぱり身につくんじゃないかなというふうに
思ってます。なのでなるべく古橋は黙々とこっちは作業しますけど、あんまり口出さないで、もう本当に間違ってたりすると、とか、まあ、本当に学生が分からないレベルになった時に、古橋とか、古田さんとか、もしくは、藤村さん等々を頼ってもらえばもちろんいいんだけど、まあ、このあたりの学生同士で教え合うっていうことで、その時の情報共有も含めて、スラックとか、GitHub をうまく活用してくださいということです。 GitHub とかに入れとくとね、外の人たちもどんどん見てくるので、そのあたりも含めて、なるべく閉じないでオープンに作業していくといいと思います。で、最終的なゴールとしてはやっぱりまあ、ドローンを使った空撮のデータとベクトルタイルですね、いわゆる点線面で構成されている地図データ、まあ、多くは UN ベクトルタイルは、ざっくり言うと8割型オープンストリートマップかな。で、2割ぐらい、国連独自のデータの組み合わせたデータそのものもパッケージになっているという理解です、フラッシュとしては。で、そういう意味で言うと、そういう地図データとドローンの空撮画像、独自のデータを組み合わせて、それを最終的にはラズベリーパイの端末に放り込んで、そこから配信をするということが最終的なゴールで、これ完璧な完成形までいかなくてもいいんですけども、まあ、近づけるということですね。完成形に近づけるというふうにしてますけども、はい、ラズパイに最終的には、今東京都のハッカソンチームもまだPC ベースとかオンラインベースになっているので、ここまオフラインのラズパイまで近づけるところまでいけると非常にいい形かなと思っています。はい、まずここまでで全体像、何か質問ありますか？特になんかあったら書いてない。はい、じゃあこのタイミングでなんか古田さんもし喋れるようであればぜひなんか自己紹介をしていただけると、顔とか出せるようであれば。古田さんいます？古田さんいた。あ、声が聞こえ、マイクがオンになってますね。どうでしょう、喋れます？無理のない範囲、無茶振りですけど。マイクはオンになってるけど声は聞こえない。難しそう。お、少し聞こえますか？あ、聞こえます、聞こえます。はい、まあ、よろしくお願いします。マップクエストソリューションズの古田です。基本的には Linux 関係とか、インフラの方、長いことやってるのと、あと GIS に関しても一通りやってます。ただちょっと UA のベクトル代理あんまり触ってないので、直接的なことはわからないけど、プログラム作るとか、後ろのところ、あとはデータ編集とか、そういうところを簡単なツールで作るとか、そういうようなことはできますので、何かこういうことやるにはどうしたらいいかっていう、なんか、のがあれば、簡単なスクリプトとかは教えてあげれるかなと思いますので、まあ、気軽に聞いていただけたらと思ってます。スラックにも参加してますので、質問等あれば、スラックに投げてもらえれば、不定期ではありますけれども、お力添えできるんじゃないかなと思ってます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。古田さんとはもう何年だろう？っていうぐらい、もう10年ぐらいですね。10年以上ですね、多分。はい、10年以上ですね。はい。オープンソースの GIS のコミュニティでも、オープンするマップの埼玉のマッパーとしても、あとドローンバードの隊員としても、本当いろんな形で一緒にコラボして、この前も金曜日に一緒にドローン飛ばしに行ったという形ですけども、特にやっぱり Linux の知識がもう古橋で全然あるので、特にまあコマンド系で学生も UN ベクトルタイルいろいろいじると知らないコマンドいっぱい出てきているし、ね、パスの通し方とかエラーメッセージでシンタックスエラーとかパーミッションのエラーとかいろんなエラーに悩まされるのは当然だと思うので、そのあたりが起きたらちゃんとまずエラーのスクリーンショットとかメッセージをコピーして GitHub に一周に貼り付けて、でそのエラーが起きた環境ですね、 Windows なのか Mac なのか Linux なのか、ラズパイなのか、でどういうノード JS とかどういう動作環境なのかっていうことを分かる範囲でいいので、とにかく自分がどういう環境でどんなことをしたらどんなエラーが出てきてここで詰まりましたという情報をきちんと整理して古田さんにこの一瞬悩んでんですみたいに投げると、それなりにアドバイスが返ってくるんじゃないかなというふうに思っています。なのでそのあたりも含めて、まあ、訓練もと思って、うまくいきません、なんだかよく分かりません、何もしてないのに壊れましたみたいな、それはダメなので、そういうトラブルの報告の仕方っていうのもぜひ学んでもらうといいんじゃないかなと
というふうに思ってます。ものすごいスクリーンショットとか大事なので、はい、あとは問題の切り分け方とかも説明できると思うので、何か問題あったときには聞いてもらえれば、はい、どこがどうやって調べたらいいかっていうのは教えられるかなと思いますので、見てください。よろしくお願いします。はい、他とかも古田さん大丈夫ですよね。他大丈夫ですよ。はい。どっか周りも古田さんアドバイスしてくれるはずです。はい。という形でよろしくお願いします。はい。で、まあ、今の話でちょっと関連して、古田さんに質問する場合、ですね。で、あと今回、メンターチーム3人いますけども、今回の UN ベクトルタイルハッカソンで技術的な質問などをする場合は、もうセミナーのゼミのチャンネルだとごちゃごちゃになるので、もうそのまま UNVT ですねというチャンネル作りました。で、そこで、やり取りしてください。という形で UN ベクトルタイルの UNVT のチャンネル作っておきました。なのでそこに、行ってもらえれば、古田さんが待機してというか、まあ、空いてる時間で、適宜対応してくれるという形ですね。はい、で古橋ももちろんチェックしておくので、今回のハッカソン等と何かあったら、まあ、ゼミ関連のことであればセミナー2021で、もう UN ベクトルタイルについての質問であれば UNVT のチャンネルをうまく使ってくださいという形です。OK、じゃあ、残り時間使って各チームごとの課題 と、必ずしもこれだけじゃなくてもっと発展させたりやりたいことを増やしてもらってもいいんですけども、古橋としての課題を各サークルごとに設定しました。まずユースマッパーズですね。ユースマッパーズは、もう割 と、UN ベクトルタイルをそれなりに知ってるメンバーが多いので、UN ベクトルタイルの基本的な要素であるデータの生成プロデュースですね、そして、まあ、データ作った後地図データはそのままだと見にくいのでそれを、色付けするスタイリングですね、で、スタイリングしたものプロデュースしてスタイリングしたものを今度ホスティング、これはまあ基本ウェブサイトとしてホスティングなのでオンラインであれば GitHub ページズで、ラズベリーパイだとラズベリーパイをウェブサーバーとして運用した上でそこで、このホスティングを作業するということで、この3つですね、プロデュース、スタイル、ホスティングのこの3つの作業の一連の作業のマニュアル化を、トライしてくださいということです。これ学生で分かるよ、初心者向けで、僕とか古田さんとか作ると多分ねすっ飛ばしちゃう、分かんないことをトラブルがあんまり起きないまま進んじゃうので、トラブルもこんなトラブルが起きたらこうした方がいいよとかも含めて何も知らない人でもここまでできるよっていう意味でのマニュアル化をぜひチャレンジしてみてください。 UN ベクトルタイルはこれ以外にも例えば、データをオプティマイズする、オプティマイズっていう作業ですね、よりデータを構造を軽くするっていう作業があったりとか、あとはストーリーテリングとかあったりしますけども、あくまで、全部やると時間限られているので、ベクトルデータ、だいたいまあ GeoJSON とかシェイプファイルとかっていう、まあ、一般的な GIS データ、もしくはオープンストリートマップのデータでもいいですね、オープンストリートマップのデータをなりを、あと東京都のハッカソンで東京都のデータも借りているので、それも使えます。いろんな地図データをとにかくベクトルタイルに仕立てるというプロデュースの作業、でそれに色付けをするスタイリングの作業で、そしてホスティングというこの3つをまずは最低限抑えれば UN ベクトルタイル の、 工程が1つ見えてくると思います、はい、でこれがうまくいっホスティングまでうまくいったら、まずはウェブサイト越しにというか、まあ、GitHub ページが一番使いやすいと思うので、まあ、それ使ってもらえばいいんですけど、今度はそれを、ぜひ、ラズベリーパイですね、ユネベクトタイルのポータブル、ラズベリーパイの上でちゃんとホスティングをして、で、ワイヤード、つまり有線ケーブルですね、イーサネットケーブルで、PC につないで、その、PC でつないだノート PC とラズベリーパイが有線ケーブルでつながった状態でノート PC の画面から、ブラウザー越しにそのホスティングされている地図が見れる状態までいけば OK
という形。これが、一つユースマッパーズに託した課題です。他にやりたいことがあればそれを増やしてもらってもいいんだけど、まずはこれかなというところです。技術的な質問等々は適宜また後で時間取ります。はい、一ゲーブ、さっき報告なかったから活動意識してるのかちょっと分かんないけど、一ゲーブは、今のところこんな感じで考えてます。マップボックススタジオ、さっきのスタイリングですね。スタイリングするときの基本的なベクトルタイルのスタイル情報は、スタイル .json という、まあ、JSON、JSON という形式の、テキストファイルを作って、その中に記述するんですけど、それを手で書くのすごい大変なので、それを、まあ、グラフィカルに、ブラウザー上で、色付けできる、マップボックスのツールがマップボックススタジオです。これを使って、もらって作るという作業と、あとは、マップボックススタジオそのものはオープンソースではないので、オープン GIS イニシアチブとして の枠組みでいうと、今、UN ベクトルタイルはいくつかツールがあるんですけども、最新版というか、今チャレンジされているのは、キャリティーズ、カリテス、日本語だとカリテス、カリティーズとかっていうのが、まあ英語的な発音になるのかなと。ギリシャ神話の、女神、3人の女神たちの話、名前ですけども、このカリテスを、使うことでも、同じようにスタイル .json というデータ、スタイリングのデータが作れますと。で、これは実は他の、ね、ユースマッパーズもスタイリングという作業なので、これ同じなんだけど、1ゲーブは基本、マップボックススタジオとカリテス両方を使ってそれぞれスタイル .json 作ってねと。で、何作るのかっていうと、まあ一番まあテーマにしやすいなと思うのは、イングレスの、レジスタンス、いわゆる青チームですね、の色合いのスタイリングと、エンライテッドのスタイリング、緑チームですね、のスタイルを 2つスタイル .json。で、それぞれマップボックススタジオベースのものと、カリテスベースのものという形で合計4つの、スタイル .json が出来上がって、でまあ、それがプレビューできる状態になっていれば OK という形です。まあ、ホスティングの部分はね、ユースマッパーズが頑張ってくれるから、こんなの作ってみたから、ホスティングちょっとしてみてって投げればいいと思ってます。なので、この動画後で1ゲーム見てたらそんな形で、もう本当にデザイン注力型ですね。はい、だからいかにかっこよい、イングレスコミュニティが喜びそうなかっこいいイングレススタイルを作ってくださいということですね。で、デザイン部。デザイン部は、まあそう、まず西川さんのプレゼングラレコをすると多分理解度は上がるだろうなっていうところで、さっきのカリテスですね。ホスオージー、YouTube。ついこの前、オープンソース、フリー&オープンソースソフトウェアのプロジェクトの状況を一目で、そしてリアルタイムで把握します。プロジェクト計画をワンクリックです。で、そこで、データベースがないので、50年代のところを、エイラーズディレクトリーの中、カリテスと言いまして、カリテスと言ってもです、準備ができましたらよろしくお願いいたします。そうですね、ジオロニアの西川さんが、最新版のカリテスの使い方とかその利用の目的とか説明している動画があるって、これをまずぜひグラレコにしてみてくださいということです。多分そうすると理解が進むかなと思います。今リンクで、あと、UN ベクトルタイルのドキュメントはたくさんあります。GitHub とかにいっぱい転がっていますし、Google で検索すればいっぱい出てくる。で、ただ情報量も多すぎるので、まずぜひやってもらいたいのは、グラレコ風に、手書き風に、それぞれの作業ですね、プロデュース、まあ、データの生成作業と、スタイリング、色付けの作業と、それをもとに、ウェブサイトとして地図をホスティングする、ホスティングの作業、あとオプティマイズ、データをより使い、あの、見やす、あの、軽くする、あの、
表示を素早くするっていう意味でのオプティマイズですね。あとは最近だとストーリーテリングですね。作ったあのベクトルタイルのなどをうまくストーリーテリングとしてストーリーに乗っけてこう表示している場所とか見せ方を変えてコメントメッセージを入れていくストーリーテリングの機能もついてきています。なので今この5つがあの UN ベクトルタイルが持つ基本的なパッケージというか、モジュールだと思っています。なのでそれぞれの、プロデューススタイル、ホスト、オプティマイズ、ストーリングテリング、ストーリーテリングのアイコンデザインをしてドキュメントの中にそのアイコンを使ってもらうことによって視覚的に文字だけのギチッとしたドキュメントからもっと見やすいちょっとふわっとした柔らかい雰囲気のグラレコ風デザインが展開できるんじゃないかなと思っています、まあ、英語ベースで、はい、ぜひ作ってほしい。でそれ以外にも、例えば UN ベクトルタイルのロゴって、こんな形で、ありますけども、これも、まあ、前も多分作ってもらったのでそれ使い回してもらってもいいんだけど UN ベクトルタイルでの資料とかに登場するようなロゴだったり、あとカリテスってロゴあったんだけど、もしカリテスのロゴとかなかったらなんか勝手にカリテスロゴを提案してみましたでもいいんだけど、いずれにしても、UN ベクトルタイルで今まで表現されている紹介されているツール、例えばそうですね、マップボックススタジオも今あんまりロゴがない気がするなとか、結構あのアイコンロゴ足りない気がするんです。なのでそのあたりをどんどん抜き出して後であの古橋からもどんどんインプットをするので、そのあたりであのどんどんあの手を動かしてさあの使いやすい、グラフィックのコンテンツを増やしてほしいということですね。で、そういうものを使って例えば一つあの一番基本的なドキュメントとかを多分古橋藤村ラインとかが書くちょっと硬い、資料をよりなんか学生目線のふわっとした資料、まあ、中身は変えなくていいんだけどその見せ方を変えるっていうそのリデザインですね、再デザインとかそれをまああくまでそれを全部グラレコにしてみるでもいいと思うんですよ。なので硬い文章とか硬い資料をグラレコ化してふわっとさせて理解しやすくする、まあ、このあたりであの時間の限り使いやすいコンテンツをガンガンコントリビュートしていくっていうのがデザイン部のタスクかなと思ってます。ドローン部は、さっきの位置情報ゲーム部とちょっと近いんですけど、マップボックススタジオとカリテスそれぞれ使いながらドローンバードスタイルですね、をぜひ作ってみてくださいということです。でちなみに、マップボックスカルトグラム。ちょっと一つ便利なツールだけ紹介します。マップボックススタジオと連携できるもので、マップボックスカルトグラムっていう機能があって、これ何かっていうと、あの写真をここでアップロードして、で、ドローンバードとか、ドローンバード。で、ドローンバードのレポジトリの中で、ドローンバードのロゴってこんな感じじゃないですか。これをちょっと保存、画像を保存して。で、マップボックスカルトグラムに、この画像を今ダウンロードフォルダーにアップロードして、で、色を適当にチョイスすると、もうそれだけで割と、まあ、ちょっと簡単に、こうドローンバードっぽいスタイリングって実はできる。ただこれ英語版だし、この辺をカスタムしていくというようなことはできるので、実はこの、カルトグラムという機能を使うっていうのは一つ手ですよという形です。なので、それぞれ使いやすいものをどんどん組み合わせてもらえばいいんだけど、これは全体の。参考資料。ボックスカルトグラム。これ、古橋の個人的にはすごいお気に入りのツールだったりします。なので、位置情報ゲーム部、位置ゲームとかドローン部は、まずマップボックススタジオで、
スタイル .js を作ってみる。で、その時も一番最初の出だしは、Mapbox カルトグラムぜひ使って、そこから Mapbox スタジオに受け渡すと、作業効率いいかなと。で、それで結構色付けしたいものをスタイル .json で吐き出して、で、プレビューしてみながら確認する。今度はそれを、カリテスに、受け渡して、カリテスをインストールして、カリテスに、コマンドで送ると、それを、スタイル .json からスタイル .yaml ファイルに変えてもらえ、コンバートしてくれるので、そうすると、割と中身が人間が見やすい情報量を圧縮してくれて、コントロールしやすくなるので、それをもとにカリテスでも、ドローンバードスタイルを使えるようにしてみるという、そんな流れで考えています。あと、これ、藤村さんから課題が出てて、今、UN ベクトルタイルで3次元の表現もかなり、特に Mapbox の最新版の API、MapboxGLJS2 になると、かなりパフォーマンスも良くなって、表現も増えているので、相模原キャンパスの、天群データですね、を使って、干渉色ボクセルタイルスタイル生成ですね。これ、最初にここに、乗っけてもらくれてますけども、いろいろ藤村さんが今チャレンジして3次元のボクセルタイル、まあ、いわゆるマインクラフト的な、表現で、UN ベクトルタイルで3次元表示こんな感じでできるよねっていう世界が動いています。これも山田さんとか結構いろんな、それこそ千葉先生の、3次元干渉色みたいなものも裏ではベースになってるんですけども、まあ、こういった表現をぜひやってみてはどうですかということで、せっかくだから佐賀キャンの天群データを、まあ、ボクセル干渉色ボクセルスタイルに、するということで、あさって、違うの、明日だ、明日佐賀キャンで11時から、ドローン飛ばしますよね。で、これ忘れた、事務連絡で。明日だから、11時にできるだけ学生、広報のビデオ撮影もあるので、動画撮影もあるので、ぜひ明日来てくださいと。11時に、10時45分研究室集合かな、にしようかな。はい、という形ですが、それで、天群データ取得予定です、天気が良ければ。その日のうちにデータ処理して、夜には多分天群データ作るので、それを使って相模原 のキャンパス干渉色ボクセルスタイルを作りましょうということですね。はい、これがドローンと。で、V&F。今説明した中で言うと、どちらかとデザイン部に近いのかもしれないけども、一つやっぱりストーリーテリングはぜひ使ってみると、それストーリーテリングを使うことで、結構それをそのまま動画で撮ると、結構面白い表現できるんじゃないかなというので、V&F、動画部に近いかなと思っています。ちょっと、Mapbox。まあ、Mapbox のストーリーテリングもあれば、UN ベクトルタイルのストーリーテリングも、UNVT でしょ。UNVT。ストーリーテリング。UNVT。案外出てくる。じゃあ、Mapbox にしようか。Mapbox のストーリーテリングと UNVT のストーリーテリング若干違いますけども、やってることは一緒ですね。で、基本的に見えてるのかな、これ。こんな形で、コメントと見てる範囲のコントロールですね。カメラの視点の移動を、まあ、素早くやるという形で、Mapbox ベースでも作れるし、できれば UNVT の方で、展開ができる方がいいと思ってます。この辺の資料も後で共有します。はい、で、ソースコードも GitHub に公開されているので、後で UNVT の方も共有しますけども、ストーリーテリングの参考資料も貼っておきます。よいしょ。どうする時間、あと1分。よし。ですね、はい、なのでこの辺、動画編集部はどういう映像を作ったらいいのかっていうのを逆に言うと他のチームとちょっと連携、特にデザイン部とか
あとユースマッパーとかかな、このプロデューススタイルホストの一連の作業をマニュアル化する、そこの動画作成の部分はなんか連携してやるといいんじゃないかなっていうので、なんか独自でやるというよりも V&F はなんかちょっと各サークルの様子を見ながら、なんかこの辺動画でマニュアル作ってやろうかみたいな感じでサポートしてあげるといいんじゃないかなというふうに思ってます。はい、で、最初に言いましたけども、平沢、浩輝、綾子の3人は各チームのメンタリングをしてもらいながら、適宜説明とか資料を共有してもらいつつ、あと、まあ、3人はとはいえ東京都のハッカソンも始まるので、Wi-Fi のホスティングですね、UN ベクトル対応のポータブルラズベリーパイの上で Wi-Fi で、ローカル環境で、外部マシンがつないで、ホスティングしている UN ベクトル対応の地図にアクセスできるようにするというところの実装は同時並行で進めていくという形で、ちょうど1分過ぎちゃった、はい、以上になります。何か全体を通して質問ありますか？動画部なんですけど、はい、そのマップボックスの先ほどメッセージいただいたストーリーテリングの内容とかをこう使いながら表現の方法を考えて、その UNVT が何をしているかっていうのを分かりやすく作るっていう認識であった。いや切り替え、別、別なストーリーテリングで、どちらかというと UNVT のストーリーテリングがメインで、多分 UNVT のストーリーテリングだと少しテクニカルな感じなので、まあ、ストーリーテリングの流れを確認するという意味では、サンプルとしてマップボックスのストーリーテリングを、まあ、比較するといいんじゃないかなという感じ。どっちにしてもストーリーテリングと動画作成は別個で切り分けてもらえばいいです。あ、了解です。逆に言うと、そのストーリーテリングで扱うテーマを全然 UN ベクトルタイプと関係なくていい。なので、なんだろうな、それこそ自分の卒論なり、なんでもいいんだけど、自分の興味のあるものに絞った形で、まあ、ストーリーテリングのサンプルいっぱい見れば、いろんな歴史を紐解くようなストーリーテリングもあれば、それこそなんかゲームとか、何か趣味に走ったストーリーテリングもあるので、はい、そこは、はい、はい。でもいずれにしても、こういうものを、あれだよね、だけ動画、ブラウザーでぐりぐり動くプレゼンテーション、プレッチか、プレッチに近い感じ、感覚的に。プレッチツイを、地図と連携してる感じかな、と思ってもらえばいいです。はい。はい、あと、その動画って、そのバイリンガルみたいな、マルチリンガルみたいなことで、日本語と英語もやるんですか？これいい質問で、作業効率から考えると、まず、日本語で作って英語字幕でもいいかもしれない。字幕は後から入れられるからね。なので YouTube とかに流し、うん、基本的には YouTube に公開する形を想定してもらっていいと思うんだけど、もう最初から英語でやるんだったら英語でいいかな。で、ちょっとまあ英語で考えるのがこう時間かかりそうっていうのであれば、日本語で作って後で字幕ってどっちでもいい気はする。どっちにしても最終的に英語圏の人も日本語の人も、見れるものであればいいかなと。わかりました。その辺を話し合って、うん、そうだね、はい、はい、どっちにしても大事なのは初心者向けっていうことだけ意識してもらえばいいかなと思ってます。自分らが理解できるレベルで、そう、うん、で間違ってる表現とかあったら、なるべくプレビュー版とか試作品を共有してもらえば、間違ってる表現を早めに指摘して、ここは違うよって教えるので、はい、まあ、そんな感じでやっていくといいかなと思うので、はい、あとはどっちか自分たちで考えてください。はい、他質問。お、ない。じゃあ、一応そんな形で、あとは個別に作業してもらえばというところなんですが、最後にちょっとだけいいお知らせで、今回、マップボックスさんがスポンサリングに入ってくれています。で、優秀作品には、商品が出ますという。で、ラズベリーパイ400の、フルセット、これちょっとフルセットすぎるな。これの一歩手前。ラズベリーパイ400の、日本語キット、1万4000円ぐらい。
スターターキット来ないか。を、10台提供してもらいました。はい、なので、チームとしては1チームかな。で、あと、最優秀賞取れたチームプラス、取れなかったチームは各チームごとに1人ずつ MVP を決めてもらって、それでちょうど10台は、うまく割り振れるかなというイメージです。はい、まあ、9人いたら古橋が借りて研究室共有のものにしますけれども、はい、多分なるべく学生の成果にと、ね、これをもらったらぜひ今後も UN ベクトル対応に貢献してくださいという、まあ、そういった意識も含めて、マップボックスさんからのスポンサリングで、ぜひラズベリーパイの最新機種をゲットしてみてくださいということです。はい、OK。審査は藤村国連ユネルブクタイルの藤村さん、宇川さん、あとメンターやっていただいている古田さん、あとマップボックスと古橋の、チームで、審査します。はい、大丈夫。はい、じゃあちょっとオーバーしちゃいましたけども以上です。来週は、11時からのゼミはなしで、9時から、Zoom の URL 等とはまた後で共有をします。はい、特に質問がなければ以上、お疲れ様でした。じゃあ来週、まあ、適宜いろいろとスラック等々で聞いて、ください。じゃあ頑張りましょう。お疲れ様でした。お疲れ様です。